鹿児島市消防局の通信指令室です。今日も119番通報が次々となっています。新型コロナの感染拡大、そして日によっては最高気温が35度を超え熱中症とみられる人も増える中、鹿児島市の救急出動の現場は今どのような状況にあるのでしょうか。搬送困難と言われるような、垂れ回しみたいなのは発生してないところで、そこまで逼迫しているような状況ではありません。全国各地で救急医療の逼迫が伝えられる中、現時点ではそのような状況にはないという鹿児島市。それでもここ数ヶ月間は去年の同じ時期などと比べると出動数は少しずつ増えているといいます。昨年の7月が、2559件あったんですけど、今年の7月についてはだいたいそれの 1.3 倍ぐらいの出場件数が、6月から7月にかけてもだいたい 1.3 倍ぐらいの伸び率になっている。高熱があるとか喉が痛いとか、そういったような症状で、救急要請をしている方が増えていらっしゃいますね。7月のせいで100人、今年が154人。鹿児島市消防局によりますと、最近では急病での搬送のうち半分ほどが新型コロナに関する搬送だということです。新型コロナの感染拡大が続き救急搬送の数も増える中で、最も避けたいのは重症者などの搬送ができない事態が起こってしまうことです。そのため鹿児島市消防局は次のように救急車の適正利用を呼びかけています。コロナの症状が出ている方で、陽性が確定されていない方については、かかりつけ医、もしくは発熱外来の医療機関、そこらのですね、医者に相談をして今の状況を伝えてですね、救急車を呼ぶべきか呼ばないべきか、判断をしていただくと。慌ててですね、熱が出たからといってすぐ119番をしていただくと、救急車の逼迫につながっていきますので。鹿児島市、現在のところ逼迫している状況ではないということなんですけれども、今後どうなるか分かりませんので、引き続き救急車の適正な利用を心がけていただきたいと思います。